ヘウムの強制収容所跡地に建てられている、追悼碑ヘウムの強制収容所は、ナチスドイツが、ポーランドのビエルコポルスカ県ヘウムの村に設置した、強制収容所。ヘウムのは、ウッチから70キロほど離れたところに存在していた。ドイツ側からの名称は、クルムホーフ強制収容所である。ユダヤ人、ジップシー、ソ連兵捕虜など最低でも15万人の人々が、 ここで殺害されたという。1941年11月に、ヘルベルトランゲ新衛隊隊員の指揮する、クルムホーフ特別部隊により当時大きめの農村だったヘウムノに、ヘウムの強制収容所を建設する工事が開始された。館とそこから4キロ離れた林に、ヘウムの収容所は存在していた。ヘウムノに駐屯した、クルムホーフ特別部隊のクルムホーフとはこの部隊の、 初代隊長の名前であり、ドイツ側は、この収容所を、クルムホーフ強制収容所と呼ぶようになった。またその後の隊長の名前をとって、ランゲ強制収容所、もしくはボートマン強制収容所と呼ぶこともあった。クルムホーフ特別部隊は、安楽死計画に参加していた部隊であった。ヘウムンの強制収容所のガストラックヘウムの村は、国家社会主義ドイツ労働者等のバルテカンクに、 分類される場所にあった。バルテカンクで暮らすユダヤ人45万人を絶滅することを目的として設置されることとなったのがこのヘウムの強制収容所である。ただしヘウムのにはガス室は設置されず、絶滅作戦には3台のガストラックが使用された。このガストラックは排気管が荷台に開口しており、荷台に犠牲者を入れて外から鍵をかけ、 エンジンをかけて出発すると目的地に到着するまでに2いの人間が廃棄で死亡する仕組みになっている。このガス装置は国家法案本部によって製作された。1941年12月9日に最初の移送されたユダヤ人700人が到着し、絶滅作戦が本格的に開始された。ユダヤ人たちはナチスによって一度ウッチゲットに集められ、 そこから鉄道かトラックでヘウムの強制収容所へと移送され、そしてガストラックによって虐殺されている。囚人を長期に収容しておかない絶滅収容所で、あるヘウムのは極めて小規模であり、収容所の所員も少数である。親衛隊、警察、憲兵すべてを合わせても150名を超えることはなかった。1943年4月、 バルテカンクのユダヤ人は労働できる者は、ウッチゲットーで強制労働に従事させられ、労働できない者はほぼすべてこのヘウムノのガストラックで絶滅させられている状態になった。ヘウムノはその役割を失い、一度解体された。85名のクルムホーフ特別分隊は、第 7SS 義勇山岳士団、プリンツオイゲンに編入された。ところが1944年春にボートマンたち、 クルムホーフ特別部隊が戻ってきて、ヘウムノでの絶滅作戦が再開された。今度は、他のドイツ国防軍占領地域から連れてこられたユダヤ人たちがガス殺された。1944年6月から8月にかけて、ウッチゲットーが解体されると、そこで働いていた7万人のユダヤ人もガス殺されることとなり、ヘウムノに送り込まれるようになった。 しかしヘウムのだけでは対処しきれず、そのうち一部はアウシュビッツビルケナウ強制収容所へ送られて、そこでガス殺されている。ソ連赤軍が接近すると撤収作業が行われた。この時に囚人たちが反乱を起こしたが、生存者はいなかったという。1962年と1963年に西ドイツのボンで行われたヘウムの収容所関係者たちに対する裁判では、 ヘウムノで15万2678人が殺害されたことが立証された。一方、ポーランド政府によるポーランドにおけるドイツの犯罪に関する総合調査委員会の調査によると、最低34万人が殺害されたという。ナチ強制、絶滅収容所十八施設内の生と、340カチペーチ、ナチ強制絶滅収容所18施設内の生と、 死348ページ、ヨーロッパユダヤ人の絶滅か172ページ、しゃ地強制、絶滅収容所18施設。ありがとうございます。